ンの方と一つになって楽しめる唯一無二の場所だと思っています。新しい扉開くその時に、私のこと誰も知らない、そんな憂鬱、一つ一つ触れていたい、どの言葉投げかけたい、少し初の全国ツアーということで、ずっと楽しみにしていたので、会えなかったエレメンターさんにも会える機会なので、とっても楽しみにしています。心に花を咲かせる、前を向いて眩しい笑顔で君に出会えた新しい。お人形と変身をコンセプトにしているので、早着替えとかお人形感を楽しんでほしいです。2年前にメジャーデビューを発表した場所なんですけれども、その時は会場満員できなくて、メンバーみんなですごい悔しい思いをして、次に立つ時は絶対会場満員にして最高のライブを作り上げようという決意した場所でもあるので、ツアーのファイナルにふさわしいライブをみんなで作り上げていけたらいいなと思っています。伊豆にゆきのお二人入って5人になって、呼吸もすごい揃ってきましたし、同じ目標に向けて頑張れてるなって思うので、それがあるからこそすごいキラキラ感あふれる空間作りがドールエレメンツの強みだと思います。その女の子は町のおもちゃ屋さんでお母さんにおねだりして、ドールエレメンツという5体の人形を買ってもらいました。女の子はドールエレメンツを着せ替えをしたり、一緒に遊んだり、大変可愛がりました。そしていつしか女の子は願うのです。ああ、このお人形が本物のお友達だったら、どれだけ私は幸せなんだろう。五体の人形は思いました。この子を少しでも喜ばせたい。そんな時、奇跡は起こるのです。
合わせてあるあるを揃えられるのかという、まあ、簡単な対決になっております。はい、はい、ということで、はい、早速問題に行ってみましょう。はい、はい、第1問はこちら。ダダンダダン、君の明日を応援したい収録中一番噛まないでトークしているのは一体誰だかということですが、はい、いやもう、もう決まった、はい、もう決まった。1、MC のゴンちゃん。あれ、はい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 、妹力で乗り切るジョナトン。ジョナトン。3、トークもノンストップユキノン。はい、この3択になってます。え、待って待って待って、待って待って待って、論外だよ、選択肢ないけど大丈夫。2人は論外だよ。え、皆さんにはこの3択の中から1つ選んでいただいて、それがマッチングしたら
成功1ポイントということなので、はい、はい、それでは答えていきましょう。じゃあ考えて、はい、進撃タイム。はい、はい、ということで一斉に発表していただきましょう。はい、せーの、ドーン。1、2、2。おー、待って、リカピョン、リカピョン勝つ気ないでしょ。ないでしょ。リカピョン勝つ気ないでしょ。嘘だ。ルナポンからいきましょうか。はい、ルナポンの、ルナポン、ルナポンでしょ、そこは。まあ、自分としてね、自分大好きルナポン。はい、ゆみはなんで2番にしたんですか。いや、そりゃね、ルナポンが一番ね、しっかりしてますよ、私たちが。そう、滑舌ちゃんとしてんだよ、はい、あー、そういうわけ、維新でしちゃってるんで。おー、わかりました。絶対ルナポンだと思いますよ。はい、ね、抜かして、ゆきのんはやっぱりそうなんで、収録一緒にしててわかるし、ルナポンかなっていう。あー、ルナポン2番ですよね。はい、で、一応聞いておきますね、うん、はい、じゃあ、ルナポンは悔しかったなくて、だから勝手に作った。待って、そういうあれなの、こうなの。あのね、ゆきのんが怒っちゃうよ。そうだよ、勝つ気ないでしょ。え、でもさ、ゆきのさ、普通自分にしない。いいよ、かんねえじゃん。空気読んだら、空気読んだら、ちゃんと一心伝説しよう、次。いや、次はもう、うん、リベンジ、リベンジ。リカピョンが一心伝説しなきゃダメだよ。そうだよ、そういうこと言わないからね。お互い、お互い、はい、はい、次行こう、次。はい、次行きましょう。一斉に発表してください。せーの、ドーン。おー、え、やったー。すごい。ちょっと待って待って待って、言っていいの。聞いときますか。どうしたどうした、ゆきのん。丸4番の団地妻って書きました。やだ、だってさっきリカピョン4番って、ね、全然強くないじゃん、そっち。はい、じゃあそれでは発表してください。せーの、ドン。ドン。あー、ドン。1、2。えー、嘘。ちょもう、まだ、なんてどれもおかしい。どっちもダメだ。あ、これ1ね、1。も、数字で書いてもらっていいですか。全然可愛くない、そのドラえもん。嘘、すごい気さくなんだけど。似てない。嘘。はい、皆さん2択ですからね、当てに行ってくださいよ。せーの、ドン。ねえ、なんで。え、なんでなんで。嘘。ねえ、ゆきの。いやいやいや、だってリカピョン、ゆきのそろそろ面白くないよ。リカピョン、リカピョン。
magic in your eyes, magic in your eyes, my magic in your eyes. Never your wish, 空の向こうに星を見せて。一年に一度だってこと知ってるでしょ。絶対見ていただくしかないですね。ねえ、嬉しい冠番組。そう、ね、どうなるのでしょうかね。はい、なんかこのあやねさんを呼んで、なんかみんなで仲良くなるっていう番組なんですけど、はい、さ、ドレールみんな大丈夫？ちょっとね、人見知りしてないからさ。いや、ルナポン一番自信あるよ。確かに。え、じゃあルナポンさ、ちょっと先頭切ってさ、うん、あ、じゃあ本当にお願いしようかな。頼りにしてるよ、ルナポン。はい、そうだね、頑張ります。はい、お願いします。、ね、みんな仲良くなりたいね。はい、ね、はいはい、それでは、最後の挨拶させていただきたいと思います。以上、私たちいつも君の味方だよ、ドールエルメスです。ありがとうございます。